ラバガロースだ。今日やるのは、まあ、俺たちのね男力を試していこうじゃないかということで、今回の企画、うん、はいはい、女友達に久々に連絡して男気見せてみた。まあ何かと申しますと、久々に連絡する女友達っていうじゃん、うん、まあ、その子たちに電話をかけて、その中で10点、20点、30点、50点、100点の点数で振り分けた、はい、あのワードがあるわけです。これを電話内でどれだけ言えるのか、さりげなく、はい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 、バレずに、はいはい、それの点数を競っていこうっていう、もうシンプルなゲームですよ。なるほどね、言ったもん勝ちよ。そう、友達でいいでしょ。そう、普通に一歩間違えたら、これもうその友達からも嫌われちゃうから、ね、一歩間違えたら付き合えちゃうよ。確かにここで付き合えちゃう。そうそうそう。で、これの終了ポイントは、ま、もう時間が3分。ああ、なるほどね。時間制限時間3分、向こうが動画って気づいたり、何か YouTube を知らなかったとしても何かに気づいたり、向こうが引いたら何キモとか。ちょっとあれだね、1回目に行くか迷うね、それ。ちょっとだって言ってかないとポイント取れないし、そう、 うわー、ちょっと難しいな。攻めすぎたら終わりでしょ。終わり。だからそこの駆け引きが大事。なるほどね。あとはもう普段の関わり方よね、その人との、ね、誰から行く、誰から行く、もうだからこれ、あっ気合入ってるから、誰から行こう、誰から行くか、緊張する。行きましょう、レッツゴー。じゃあ僕から一人目行きます。はい、はい、同期。同期、おい、久しぶりではないけど、まあ電話は久しぶりな感じかな。どんな感じで行こうかな。まあいつもの感じで行けばバレないから、まあ俺的には最初はちょっと様子見たいから、ちっちゃい点を稼いでいこうかな。で、で1個ぐらいボンって、あお、はい、ギャギャー。何、ギャギャー、ギャギャー。だよ。何してんの？何してるって何もしてない。YouTube 見てる。YouTube 見てんだ。何？え？なんて？え？もしもーし。もしもーし。おーい。聞こえる？え？あ、聞こえた聞こえた聞こえた。な、何してんの？TikTok 見たり YouTube。あ、なるほどね。ちょっとごめん、寂しかったわ。何？怖い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 、出たよ。寂しかったでっちゅ。寂しかったでっちゅか。寂しかった。何？元気？元気でしかない。ちょっと会いたいな。ありがとう。じゃあ会おっか。あれ、俺ずっと考えてたんだけどさ。うん。どう？なんか俺のことどう思う？何と思う？なんか何照れてん？めっちゃ照れる。え？何？え？でも電波悪いな。おい。え？電波悪い？うん。なんで？聞こえないな。あ、充電が私ないからか。だからだ。だからだ、お前。え？どう思う？俺のこと。はい？俺結構毎日考えちゃうんだけど。なわけないか。心配、毎日心配だし。うん。うん、でちゅう。毎日つかさのこと、もう大丈夫かなって思ってる。ガガガガ。いや、何が。何、何してんの今。ちょっと、普通に寂しかった。寂しかった時って電話したくなるでちゅうよね。そうでちゅうね。確かに。好きだよ。ありがとう。あ、もう寝るとこだった。え、全然。あ、ぐんぐん、ぐんぐん。ありがとう、ありがとう。あ、なるほどね。あ、じゃあ好きだよ。うん、じゃあ両思いだね。あ、ちょっともう大丈夫です。あの、YouTube 今ちょっと企画でやってまして。大丈夫。あ、
ほんとほんと全然嘘だ。周りの声聞こえません？聞こえるけど嘘。何嘘って。ありがとうね、ごめんね、好きだよ。ありがとう。いや、何点だった？800点。嘘！ 800 点やばくない？こいつには普段なんかね、ふざけてこういうことを言う。あーちょ、ごめん寂しかったわ。よくあるじゃん、なんかさ。いや、なんなら俺にも言ってくるやば。電話してくんじゃん、出ないで。あー、来てる、かけんじゃん。そしたら、あー、寂しかった。で、それとは、ね、もうキモって企画だったら速攻終わり。たまにやるんだよね。この基準結構高いよ。うん。いや、緊張するね、これ。緊張するよ。何話していいか分かんない。3分結構長い。はい。出るかな。これ見えるかね。ぐんぐん。もしもし、どうした？ぐんぐん。おひさや。おひさ、めっちゃ久々じゃない？うん。ワッチゴラピーポー。え？酔ってんの？いや、ちょっとだけお酒入ってる。あっ！なんと？何してんの今？今ね、シャワー入って今髪の毛乾かすところ。え、何？ちゃんとスキンケアした？女子力高いじゃん。もう高いじゃん。誰といんの？今一人だよ。一人？うん。どこにいんの？家？家。ああ、いや、ちょっと寂しかったから。もしもーし。もしもし。もしもーし。もしもし。電波悪い？いや、ここはいいよ。そっちはいい。うん。いや、会いたかったな。で、待って、どういうこと？え、大丈夫そう？うん、ちょっと寂しかったから膝枕してほしいなと思って。何、キモくない？スタート！きついな、膝枕は。また連絡するわ。オーケー。はい、じゃあね。頑張って。はい、好きだよ。好きだよ。逆バタン、逆バタン。切られた、切られた。何点だった、ちなみに。抜けてんのあれ。370。いや違う違う、俺370結構頑張ってるよ。頑張ってるよ、結構頑張ってるよ。高いんだよ、司が。俺は専門学生時代の同級生にかけていく。オッケーオッケー、いきます。結構寝るの早い。お、もしもし。もしもし。久しぶり。今何してんの？何してんの今？何飲んだの？いろいろ。いろいろ？じゃあ。え、全然今はさ、出てきて暇なんだけどさ。うん。え、誰といんの？一人？どこにいんの？いや、でもなんかラジオ撮ってて。うん。全然暇だから。え？何？もしもし？もう聞こえる？聞こえる？あ、聞こえる。え、ちょっと待って。聞こえる聞こえる。電波悪い。え、嘘。ちょっと待って。聞こえる？え、聞こえる？え、聞こえる？聞こえる？え、ちょっとさ、ちょっと突然なんだけどさ。うん。え、聞こえる？聞こえます？聞こえるよ。聞こえる？うん、聞こえる聞こえる。うん。あー！あ、ごめんごめん、ちょっと。虫がいて、今ちょっと。いや、虫がいるんだよ、ちょっと。本当に言ってんの？本当に言ってる、ちょっと。何？でもさ、やっぱそろそろ会いたいよね、と思って。え？え？情緒不安定。え？そんなことないよ。これ本当に、本当に言ってんの？え、ちょっとさ、ちょっと一つだけ聞きたいんだけど。うんうん。最近いつやった？あ、YouTube の企画でしょ。
YouTube の企画でしょ、さっき。さっきじゃなくて今撮ってる。あ、そういうこと。違う違う、やったのでしょ。うん、やったのじゃなくて。え、待って、さっき、さっき、さっきやってきたん。さっき、うん、さっきやったって。めっちゃおもろいやん。企画で撮っててさ。あ、なんか聞こえた、後ろから。聞こえた。また連絡するね。あいよ、バイバイ。 ありがとう。あいよ。そういうわけで今やってきたらしいです。2年はやばいやばいやばいな。急にやった、うん、ちょっとやばいわ。そろそろ何だっけ。何ちょっと寂しかったなと思って。気持ち悪いな本当に。